ドラゴン吉野みたいなのが始まって、まあ、そこの SCU っていうグループのセンターで、はい、対談年の会社見たら、はい、やっぱり知らなかったなっていうのがよくわかると思います。幾度も人生失敗すると思います。でも何度も立ち上がる。そうで始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、2つ目の重大発表という、はい、2日連続で重大発表ということで、総先生においでいただきました。よろしくお願いします。昨日はですね、総先生がついにタダ呼びに加入だって言って、はい、ついに加入しました、はい、もう緊張してます。まだまだ緊張が消えないその動画を出したんですけども、はい、なんと2日連続で重大発表と、まあ、はい、3週連続で重大発表しますって出しちゃったんで、もう重大性がどんどん落ちてきて大丈夫なんですかそれは。いや総先生が、はい、超重大ですよ。それで、はい、なんとですね、ドラゴン吉野みたいなのが始まる。ドラゴン吉野もう見た目ドラゴン吉野ですけどねそうですね、そのドラゴン吉野的な、はい、わかんないです、この名前は取れるのかわかりませんがそういった受験企画がなんとただいぶで始まったと。お、受験企画ですか。なんでそんな知らないふりしてるんですか言わなきゃダメだと思ってだって講師にいやちょっと隠さなきゃ、いろいろと炎上する話が多いみたいでいや、始まっていてですねなんとですね、はい、その僕、吉野先生、そして総先生が講師として、はい、講師としてなんとですね、STU48 のですね、はい、滝野海子さんを、そうなんですよ、大学入試合格をその目指してっていうので教えるのが始まりました。そういうことになりましたなんですが、はい、おそらく滝野海子さんを知らないだろうってことでまあこれ申し訳ないんですけど実を言うとなんでそこをですね、まあ視聴者もいると思うのでですね、はい、ちょっと紹介しようかなと、まあ、紹介がてらですね、はい、で僕と滝野さんの対談動画多分来週上がると思うんですけど、そこで、まあ、私はその滝野さんのこと知ってるので、はい、滝野さんに絡めたボケをこういろいろ入れてるんですけど、あ、素晴らしいですね。まあ吉野先生と総先生はポカーンみたいな、ね、みたいなマネージャーはこうやって拍手してたんだ、マネージャーはーみたいな感じで、やっぱりよく知ってる確かにもう上手ですね。いろいろ調べたんでしょう、きっと。まあまあまあ、直前ネットでいろいろ調べて知ってるふりして話したでしょ。STU48 知ってますもん。いやちょっとね、プロレスの技でよく見たものがあったなっていう。何それ STU みたいな感じのね、 DDT? ああそれかな上からとこう落とす技それなのかなと思って、うん、それじゃない、はい、AKB グループっていろいろあるので、はい、AKB だけじゃなくて、まあ、秋葉原 AKB、はい、栄の SKE、 ナンバの NMB、はい、っていう風にね、ジャカルタ JKT とかですね。あ、本当ですか。あるんですけど、はいはい、上海もやったりね、すごい。で STU っていうのは瀬戸内なんですよ。その STU なんだ。そうなんです。いや今初めて知りました。今知ったの。いやいや僕ね、こう見えてもだけど、はい、AKB が出た時に、はい、AKB48 って講義中に言ったら、はいはい、生徒たちがみんな失笑し始めてどうしたの、なんか俺間違えたのって聞いてもね、はい、あいつ知らないから言わないでよってサディスティックな目でなんだお前らって言って、はい、AKB480 とかね言ってたんですよ、はいはい、でも悔しいから実は秋葉原の AKB 劇場に見に行って、実際に見て応援したんだぞ俺はと、へ、これ言おうと思ってね、はいはい、確かドンキホーテっていう量産店の上にありますね。あの僕ドンキホーテ入ったことがなかったので、へ、もうそこから緊張が始まってこれがドンキホーテだと思ってこうそんな関西人なのに緊張しちゃってね入れなくなっちゃってでもう思い切って入ろうと立ってみたら、はい、横に縦看板で今日休園日って書いてあったんですよ。もう結局あるある、結局見れなくて、僕も行こうとしたとか外国人をこう案内した時に行こうと思ったら、はいはい、そう休園日そうですよね、休園日多いななんかまあ、そこの STU っていうグループのセンターです、はいはい、お、すごい方だったんですね。そうです、センターですよ。あら、だから CD ジャケットとかポスターとか一人で写ってるのいっぱいいましたよ、はいはい、えそうそう、そんなすごい人と喋ってるとも知らずに知らなかった。まあ対談動画見ていただければ分かるんですけど、ね、今分かりましたね今あの時の僕が、いやいやいや言っちゃダメ、僕がマジかと思ってた理由が多分分かったと思いますそうですね、はい、いや僕何にも知らなかったそうだからね、対談を、ね、来週見たら、はい、お、総刑事やっぱり知らなかったなっていうのがよく分かると思います。いやもうね僕ね何も知らないっていうのは強いことですよね。そうそう、その方が多分面白いなと思って言わなかったんですよ、うんうん、僕は。あ、そうなんだ。
いやちょっと意地悪でしょう。こういうことねよくやるんですよ。なんかこう仕込みをいろいろやってね、後でこう蓋開いてほらねっていう種明かしみたいなの分かってて、そうそう知ってたら多分もっとなんか総先生がね、いや僕緊張したと思います。そんなすごい方だって、ね、いやちょっと今からでも指導が始まるのに教えていいんですか、ね、あまあでももう1回やったじゃないですか。いや1回やったけど2回目から急に緊張してあの現代部でもと思っちゃって話せなくなったらどうすんの。そう僕はだから知ってる状況で、僕はほらゲームもやってたから。すごいな。センターで歌ってるのも見たことありましたし。ああよく知ってるな。知らなかった、何にも知りませんでしたね。 YouTube で見たこともあったんで、はい、はい、すごいセンターの人だと思って、もともとね大学行ってたんですけど、はい、もう一回ちゃんと、あそうらしいですね、ちゃんと大学行きたいっていうことで、はい、いやファイターですよ本当に、本当にやるわけですけど、うん、ね今のところね Zoom で遠隔で指導してる感じなんですけど、現代文どんな感じなんですか。あいや Zoom の授業っていうのを、まあ割と便利は便利なんですけど、はい、まあ、なかなかやっぱまだ始まって間もないこともあって、はいはい、具体的な進捗はまだ見られませんね。なるほど。あ、まあ、そうですね、まだ1回しかせないから実力を大体を見せていただいて、はいはい、まあ、適切な教材を選んで、指導の方針を決めていくっていうあたりを話したんですけど、いやただ僕ね自分のブログでも発表したんですけど、はい、Zoom の日付を間違えまして、そうね、そうそう間違ってますね。これはもう赤っ端というか、うん、もう危なかったですね。その後にあこの日はスケジュールがダメなんでっていう LINE が来た時に、はいはい、明日ないらしいよってね、全然違う日なのにそう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 LINE が来て明日なくなったらしいよ。いやそうなんですよ。いや日付全然違いますけど、日付に弱いんですよね。明日そう先生来ないことで対談動画なくなってたかもしれないと日付って難しいですからね多分共感してくださる方は何割かいるんじゃないか数字に弱いそうですね。本当に恥ずかしいんですよね。いやちょうどねホテルにチェックインするかしないかぐらいのタイミングだったんですよ、はい、その時は、はいはいはい、チェックインして部屋でゆっくりズーム会議しようと思ったんですけど、はい、パッと見たらねものすごいこう列が並んでて、あチェックインの、そうなんですよ、はいはいはい、あこれダメだと思って、間に合わなかったらズームの時間始まると思って、はいはい、慌てて中庭のね、はい、あのレストランのこう、はいはいはい、外のレストランのところ、まあ、中でも良かったんですけど、はい、中だと他の人もしいたら、あそうですね、非常にこうプライバシーに関わるので、はいはい、外に出て一人でね、はい、画面立ち上げてメール送って、はいはい、何も返ってこないからやばい、もうこれダメだと思って閉じて、またフロント走って、もう一人で汗だくなりながら、もうちょっと頭おかしい人みたいに なりながらね、何回もメール送って、まだ来ません、まだ来ません、入ってくださいメール送りまくって、関係者全員そうそうそう恐怖のどん底に叩き落とし、そうそうそう、ね、あれ本人たちだけじゃなくて関係者もスタッフ一応見てますから、めちゃくちゃ恥ずかしい、みんな無視して、ただ一人吉野先生だけが、そうお前の言ってる意味がわからないんだけどってメールが返ってきたんですよ。いやこっちからしたらお前の言うことがわかんないんだ何言ってんだこっちは、必死なんだっていう早く入ってこいっていうね、必死ですよ。でね間違って僕が間違えて、間違ってね、間違えてましたね、いろんなスタッフとかねお偉いさんが見てる中で吉野先生の、ね、メッセージでしって返死ぬほど恥ずかしい体験を次回にフィードバックしますってたくましく立ち上がりました。まあみんなもねそうやって幾度も人生失敗すると思います。でも何度も立ち上がる、これ大事ですからね、飲酒者でいられませんまず指導をやってくるのって、はい、単語とかやってくるんですか、現代文の。そうですね、これね実はね、まあ、基本的なところだけど、やっぱ語彙力っていうのは、うん、はい、読解の要で、はい、まあ、読み方とか解き方とか難しいこといろいろ先々にはあるんですけど、うん、実はねつまずいてる人の原因をずっとたどっていくと、実は語彙力が貧弱であるっていう点に、貧弱そう結局ね行き着く、いや知らないな、ちょっと先行きますけどそういうことがあるんで、はい、まあ大事なんですよ。そうなんね、ただ Zoom の授業で語彙の話をずっとやるっていうと、そうですね、それだったらただもうすごいこれね、どれだけ時間かかるか分からない、流された結局の講師どんどん先進めていきます僕が森哲ちゃんならどんどん先進めていきますよういうことそれはそうですね、だってもうやっぱそこは自習してもらって、はい、だから結構竹内さん大変だと思うんですよ、今ね英語の単語やって古文単語やって現代文単語やって、いやこれ先生英語逆に大変じゃないですか。いやまあ大変だと思います、まあ、実力とかはこれから多分見ていただければ、ね、うん、まあそうですね、分かると思うんですけども、
でこれでね多分日本酒とかね出てくると思ったら ね日本酒の用語も覚えていかなきゃいけないですからね。覚えること大変だね。いや大変ですけど、まあでも逆に言うとねやっぱりその滝野さんが努力してる姿に、まあ、自分をちょっとこうこと寄せて固くしてと言いますけど、はいはいはいね、俺も頑張らなきゃとか私もあんな風に言って思ってくれる視聴者がたくさんいたら、うんうん、そうですね、重ねてね、僕らにとっても励みだし、うんうん、はい、いいと思いますよね。いいと思いますね。なんで、まあ、まだ志望校とかね全然実力まだ分かんないので、はい、決められてはいないんですけど、はい、一応私立文系で多分まあやるとは思うんで、まあ、うち講師たちね、はい、長嶋先生すいません、いや本当にこれだけは謝っとかなきゃ、はい、長嶋先生すいません、数学受験だったらね、まあ、ごめんなさい、僕らは滝野さんと授業をちゃんとしっかりとやりますいやだから日本史の先生が欲しいですよね。あそうですね、社会科やっぱり欲しいな。誰かいないんですか。そう探してるんですけど ね、 そうですかね、今のとこ、まあ、難しい、まあ、もしかしたらね吉野先生がねやるかもしれないですから、ね、なるほど、ね、いやスパルタでしょうね日本史。また余談が日本史と全然違う、いろんな余談、あ雑談が出てきたり、はい、ね、で俺が日本史を講師だってやってほとんど平安時代みたいなそうですね本当だわ。平安時代と奈良時代ちょっと、はい、ちょっと室町ほんのちょっとだけやってるいやいや馬鹿にしてるんじゃないもしかしていやいやいや伝えることわかんないです。古文なんてね重要なところ、ね、全部言っときますじゃあできんじゃないですか。和漢混交体とかあるから明治時代めっちゃ教えられるとか、ね、うん、漢文とか古文ができないと例えば早稲田とか、はい、一橋とか、まあ、それあの複語文が出るとこれたくさんありますので。ただねこれねやっぱりね自分が読み解きできることと、はい、まあ、教えるというのはねやっぱりかなり違いがあるんですよ。違うんですよね、はい、そこのところはやっぱね違うと思います。そうですね、英語も同じですもんね。すごい読む力があるからといってね教えられるかって言ったらまた別の話ですからね。そこはね違うんですよね。日本史の先生特にまだ、ね、ゆうがつく名前、うの名前がつく人がいたらいいなと思って。あ、上先生ですか。世界史あそういやっぱり怒られちゃういやもうだから STU だからあ、そう、なるほど、ね、徹夜行けて、あー本当だ、吉野の Y が抜けてるような気がするけどいいのかな。 STY になっちゃう、あれちょっと足りないような気がそうですね、U 日本史の先生でなんかうってあったらいいなとちょっと思ってますけど、うん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 、匂わせとかでもないんですよこれ。もうなんか伏線とかでも何でもないですから、ね、はいはい、間違いないんで、もしかしてちゃんと読んだらもしかしてあの人みたいなのが、はい、でうのつく人が いたりするのかとちょっと思ってますけど、はい、答えられません。はい、という感じですね。まあ、日本史は探しておりますので、日本史、はい、世界史、うん、欲しいんでね。そうですね、新しいチャンネル社会科チャンネルやりたいので、チャンネル揃うので、はい、やっとですねその滝野さんの凄さを教えることができたので、そうですね、はい、多分めちゃくちゃ媚びを売る授業に変わらないでください。いやいやいや超優しくなっていやいや逆にめちゃくちゃスパルタにして今からね、はい、今そう先生収録しますんで、はい、ここで笑いを超えながら見ようかなと思いますのでもうすぐにあの退席してください、はい、ということで、はい、ドラゴン吉野って名前になるか分かりませんが、はいはい、受験プロジェクトやっていきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。